アクセスの朝倉大輔です。高見博之です。さあ、僕たちアクセス10月の26日から、秋冬のツアーが始まるんですけれども、この間追加公演も発表になって、素晴らしい。12月の30日嬉しくない、年の瀬だね、アクセスをサブをしてもらう、はい、そんなツアーの日程も発表になってるんで、詳しくはねホームページをチェックしてほしいと思います。今日はこちらです。でーん、すごいじゃない、イマーシブじゃないね、ね、はい、今回のこのロゴを結構デザインがね、はい、いい感じなんですが、うん、紹介したいと思います、はい、じゃどんどん言いますから、はい、うん、マルチカラーペンライト、これが、ね、はい、これだってもう持ちやすそうじゃない、すごく持ってみる、これ今ちょっとまだつけてないです、完璧ですよ、ストラップがつきます、ね、はい、そしてですね、はい、あ、もういろんな色になる、すごいすごいすごい、食べたくなっちゃうよ、なんか思わず、ね、ね、食べるのは危ないかもしれないですね、はい、でもね、すごいすごい、客席がいろんな色でこれ楽しめますからね、うん、はい、はい、マルチカラーペンライト、続いて、はい、マフラータオル、うん、これですね、マフラータオル、これもかっこいいですよ、意外とね、今回のロゴね、うん、このイマーシブアークっていう、うん、結構ライン細いデザインなんですが、うん、結構そのデザインがくっきりプリントされていますね、柄がすごいよね、ね、細かいよね、イマーシブの世界ですね、はい、はい、うん、続いてですね、はい、T シャツが4つあります、はい、まずインディゴ、うん、インディゴアイスグリーンガーネットレッドホワイト、 これがインディゴ、インディゴいいね、なんかね、いい色、着やすいよ、完全に紺でもなく青でもなく、うん、ちょっと深みがある、おしゃれ、僕がですね、うん、これがガーネットレッドですね、うん、情熱的ですね、見てこの今多分配信では分かんないと思いますが、デザインが細かいところまでプリントされている感じもとてもいいです、うん、そしてですね、あとここに2つあるのが、うん、こっちがアイスグリーンかな、綺麗な色ですよ、ね、そしてホワイト、ほら、はい、なかなか、ほらいい色だね、着たくなっちゃうね、いいね、なんか、はい、イマーシブな世界の色ですね、そしてホワイトと、うん、はい、4色あるので、定番ですね、はい、全員入れますね、もう全員入れも合わせられますね、うん、後ろの方には全スケジュールも入っています、大事ですよね、はい、こういうスケジュール入ってるのは、ね、思い出ですからね、記念ですから、はい、続いてですね、パーカー、はい、はい、どんどん紹介していきましょう、うん、これはブラックのみですけれども、おパーポーですよ、色っぽいパーポー、イマーシブっていうとなんかね、僕ね、紫のイメージがある、うん、いい感じの色で、ね、はい、デザイン入っています、はい、続いて、うん、このパーカーと合わせて、ね、はい、ぜひこれ着たいのがですね、うん、スウェットパンツいいじゃないですか、大々的に言ってくれたね、スウェットパンツ、もう上下これでコンビニに行くとめちゃくちゃヤンキーっぽくてかっこいい、本気で僕毎日着てますからね、グッズね、偉いよねそうだよ、なんかね、だって着やすいじゃん、通勤とかにも着るんでしょ、はい、そうそうそう、はい、続いてですね、うん、パデッドトートバッグ、はい、これですね、これじゃこのパデッド、パデッド生地ですね、うん、これ、はい、トートバッグ、いいじゃない、可愛いじゃん、可愛いじゃん、なんか使いやすい色だと思います、うん、はい、それから同じくパデッドの、うん、ポーチ、いいじゃん、ね、はい、そしてですね、うん、これ、はい、可愛い、これがシュシュシュなんかこういいですね、このアクセスの MV の衣装のような、はい、これやっぱりちょっとウルトラマンアークを意識したような、ね、はい、感じ、そしてですね、はい、アクリルスタンドもあります、うん、これも完全にジャケットの世界ですね、かっこいいじゃないね、はい、はい、なんか大豆の色もおしゃれで、ぜひぜひ、あ、今回はね、ちゃんとこのちょっと見せてください、大豆、うん、あ、いいですね、ロゴも入ってます、はい、それからですね、うん、ぬいぐるみキーホルダー、はい、あ、かわいいじゃん。通称、モチです。ね、あ、ヒロヒロこっちだね。こっちか。はい。これも MV の服をイメージした。そうだよ。ちょ、この、ここ見て、これ。そうだよ。シュワシュワってした。ここ見て。ちゃんとついてる。はい。この辺まで、アークです。はい。忠実に再現されています。はい、はい、ついですね。ぬいぐるみキーホルダーに続いて、はい、防災ボトルも、はい、これ持っててください。もう今時もう必需品じゃないですか。これはね、何が入ってるかというと、まずこのボトルにはアクセスのイラストがデザインされているんですが、はい、中身がですね、はい、マスク、防災ライト、ウォーターバッグ、圧縮タオル、ホイッスル、防災ガイドなど、結構意識入ってますね。いろんなもので、中のものには、ロゴは入ってないです。ロゴはこのケースですけれども、こういう機械にこれ、持っとくとさ、何かあった時にね、ね、はい、いろんなものが入ってます。嬉しいですね。はい。電池入れてくださいね。簡単な感じね。はい。はい、な感じでですね、はい、はい、これが防災ボトルでしょ。うん、で、ラストがですね、はい、これ今、作り中なんですけども、うん、ステッカーセット、こんな感じです、ね。かわいいじゃん。
ロゴも変わり、うん、あ、後ろ、うん、こんな感じの、うん、ツアータイトルとか、すごいですね、これ、うん、なんだこれ、あ、ジャケットの感じのね、うん、はい、ステッカーのセットなんかも出ます。出ます。以上、はい、今現在紹介できるこんな感じで、素敵素敵、結構さ、グッズ紹介してるだけでもいい時間経つね、うん、本当だ ね、はい、でもぜひ皆さんに楽しんでもらいたいですからね、はい、はい、なわけでツアーもよろしく、グッズもよろしくです。